0.5 0.5 のボールペンより 0.38 のボールペンの方が字をきれいに書ける。そうなの。普段ボールペン使われてますか。いや使ってるけど、その編集者やからさ。多分一般的には 0.5 をみんな使ってると思うんですけど、実は 0.38 の方が字をきれいに書ける。いかがね、そんなんで相当俺字汚いね。もしこれで 0.38 に変えて字をきれいに書けたらめっちゃ良くないですか。まあまあまあ、それやったらな。ガチ検証。ここに 0.38 のボールペンと 0.5 のボールペンを用意したので、実際にこれで書き比べていこうかな。はい、なんていう字書きますか。なんていうか字綺麗に書くもんね。年賀状とか。年賀状、ラブレターとかどうですか。いや書かへんやろ、このご時世に。いや書いてる人もいるかもね。一旦じゃあ年賀状で。そうね、はいはい、金が新年明けましておめでとうを、はいはい、0.5 と 0.38 でじゃあ比べてみるっていう感じで。いくよ、金が新年の何字やっけ。いやどういうことですか。これノートに書くんで、これ普通にこの行の中にやってくれてる。いやそれ知らんやん、そのルール説明がなかったからこんなデカデカとノート使っていないやん。ここでじゃあ次に、はい、いきまーす。雑いやこんなもんやろ。汚い。いや普通やん、読めるやん。だってこれは汚いですよ。これ読めるやん。これもらったらショックでしょ。いやそんなちょっとじゃあ 0.38 で書いてみてください。いいでしょう。いい。あ、なんかどう。汚い。綺麗になってな。汚い。ほら変わらんやん。ほらこっちの方がでもなんかこっちの方がちょっとやっぱ線から溢れててなんか雑な感じですけど、こっちはちょっと収まってる感あってノート全体としては綺麗に見えてるんじゃないですか。そういうこと。これ検証する人がダメな気にしてきました。綺麗。国語の編集者もちょっと呼んできましょうか。ちょっと字綺麗に書けそうなんで。なるほどね。いいよ、よろしく。ちょっと一回呼んできます。こちらにどうぞ。はい、ゆーぴーです。よろしくね。ごめんね、こんなんで呼ばれる突然。どうですか。うわすげえ、印刷みたいだな。なんか両方とも綺麗ですね。でも、うん、よく見ると下の方がちゃんと枠に収まってて、まあノートとしてはこう整理されてるんだよね。いやいや、お前同じこと言ってたよ俺。それ言うためだけに来てる。ガチ検証。今回どうでしたか検証。結論としては、字綺麗なやつが書いたら字は綺麗。次回予告、こんなユニークな投稿紹介しないわけにはいかない。次回みんなからの投稿を読んで5分で即検証。お楽しみに。じゃあ今日のお便りはこちら、はい、で高校時代の部活はなんか最初の方の自己紹介でミヤも言っとって。いや僕は言いましたよね、はい、見てなこれだから、俺はな部活は偏差値70以上じゃなかったさせてもらえへん学校。そうめちゃくちゃ厳しい学校やったからサッカー愛好会みたいなの立ち上げてました。なるほど。つまりこの質問によってマッキーさんの偏差値が70以下ってことはちょっと分かったってことですね。確かに。